はい、こんにちは、ロキです。今回はですね、本当にやりたいことは何かという話をしていきたいなと思います。まず一通ですね、コーチング受講者の方からですね、メッセージいただきましたので、そちらを読み上げていきたいと思います。人生が大きく変わる時とはの動画を聞いて雑談になってしまいますが、ロキさんが動画の中で親や教師の教育を話していましたが、自分が住んでいるマンションで毎年七夕飾りをします。子供たちが集まり願い事をたくさん書いて飾るのですが、毎年面白い願い事があるのでそれを楽しみにしています。その中で笑ってしまった願い事がありました。内容は夢が叶いますように、もしダメだったら公務員になって安定した生活ができますようにと書かれていました。それを読んだ時はただ面白くて笑っていましたが、動画を何度も聞いているうちにその願い事を思い出し、自分も知らない間にいろんな教育を受け、不安や恐怖、諦めることなどを覚え、恐怖や不安は悪いこと、安心は良いこと、そう教育されてきたことを実感しました。でもどこか奥底に夢を叶えたいという気持ちが詰まっているのも感じました、ということですね。まあ、この方はですね、まあ、僕の無料動画ほぼ毎日聞いていただいているようでして、で、まあ、必ずねこういったアウトプットを長文でね送ってくださっているんですが、まあ、こういった形でねコーチング生徒さんの方から、まあ、いただいたメッセージを僕なりのね見解っていうのを長文でまた返信するというようなやり取りをさせていただいているんですね。で、まあ、この方が言ってるね、僕の動画を見たっていうのは、人生が大きく変わる時とはっていう動画ですね。まあ、つい先日撮った動画なんですけど、まあ、人生が大きく変わる時っていうのは分かりますと。それはどういう時かって言ったら、まあ、恐怖、大きな恐怖を感じた時ですよね。何か自分が新しい物事をね、始める時に、必ずね、何か今までやったことないことですよね。チャレンジしたことないような大きなことにチャレンジしようとした時に、恐怖感っていうのを覚えますと。ね、その恐怖感っていうのも、まあ、ちょっと怖いなっていうレベルじゃなくて、もう本当にね手足がガタガタ震えたりとか、考えるだけでなんかこうプレッシャーに押しつぶされそうになるような、そんなね大きな出来事に直面した時にね、人生が大きく変わる時だというね、動画を撮ったんですよ。で、まあその動画の中でですね、そういう、まあ、大きな恐怖が自分の身にね訪れた時に、大体の人がその恐怖から逃げてしまうという話をしたんですよね。恐怖が出ました。新しいことにチャレンジしようと思って、何かチャレンジしようと思って、ね、実際にやろうと思いました。その時に大きな恐怖に襲われました。その時に恐怖に襲われた時に、みんなほとんどの人が取る行動っていうのがやめると、チャレンジしないという方向を取ると、それだと夢は叶わないっていうね動画を撮ったんですけど、ね、その原因っていうのは何なのかって言ったら、まあ、幼い頃からの教育によるものが、まあ、潜在意識に染み付いているという話をしたんですよね。幼少期に、まあ、自分のね親だったりとか学校の教師とかに、ね、言われ続けてきたことがもう無意識に潜在意識に書き込まれていて、それが当たり前だっていうふうに思い込んでしまっているから、結局ね安心とか安定とかっていう言葉に、まあ、もちろん重要性を感じるし、自分の将来っていうのも安心安定っていうのを求めるようになっているんですよね。無意識にそういうふうに考えると思うんですけど、それってね、赤ちゃんの頃からそうだったかっていうとそうじゃないんですよね。赤ちゃんっていうのは何かにチャレンジするときに、ね、転んでも転んでもね、立とうとするわけですよ。失敗しても失敗しても自分が立ちたいと思ったら、何回転んで失敗してもね、立とうとするんですよ。で、喋るときも、ね、大人になったら、なんかね、日本語しか喋れなくて、英会話でね、外人さんと喋ろうとしたときに、恥ずかしいじゃないですか。ね、失敗したら怖いなとかって思って、なんかこう、うまく喋れなかったりするんですけど、赤ちゃんそんなこと考えないですよね。ベラ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 ね、喋れないなりにもなんかこう、喋ろうとするんですよ。要するにね、恐怖感っていうのが基本的にないんですよね。うん。怖くても、転んでも失敗しても、別にね、大人たちが感じるような恐怖っていうのは感じてないんですよ。とにかくできるようになるまでチャレンジし続けるっていうのが赤ちゃんだったりするんですよね。
ね、もともとそういうチャレンジ精神があって、ね、失敗しても失敗しても何でもやろうとするっていうね、状態で生まれてきた僕たちがですよ、なんでそういうね、大人になってできなくなったのかって言ったら、もう教育でしかないという話をしたんですよ。で、幼少期の、まあ、自我がね、まだ確立されていない時期に、どんな言葉を浴びせられてきたかっていうことがね、一番それは影響を与えているという話だったんですよね。まあ、その幼少期にかけられた言葉ってほとんどが、ダメとか危ないとか、ね、なんでそんなことやってるのとか、いつまでそんなことやってるのとか、うまくやりなさいとか、ね、そういうネガティブな、否定されるような言葉を、もうとにかく何万回と浴びせられてきたと。うん、そうすると、別に怖くもないのに、ね、別になんかこうチャレンジして命を落とすわけでも何でもないのに、 なぜかね、わからないけど怖いっていう感情をね、イメージしてしまうようになったんですよ。うん、で、まあ、この方が言ってる七夕でね、今の小さい子たちがお願い事を書くわけですよね。お願い事を書いてる中に、まあ、夢が叶いますようにと、でもしダメだったら公務員になって安定した生活ができますようにっていうふうに書かれていましたってことなんですけどね、子供たちは夢叶えたいって思ってるんですよ。ね、自分がああなりたいな、こうなりたいなっていう欲望っていうのはね、みんな持ってるんですよ。持ってるっていうのが、この夢が叶えますようにっていう部分に出てるわけですよね。だけど、もしダメだったら公務員になってっていうね、もしダメだったらを考えちゃうようになったのは、ね、もう悲しいかな、教育なんですよね。やる前から、それやったら危ないよとか、それはやっちゃダメだよとかって言われることによって、本人はやりたいって思ってるのに止められてきてるわけなんですよ、ね、あれやりたいなこれやりたいなと思って実際にやろうとしたらいきなり親に止められて、なんで危ないのかも本人は分かってないわけですよね。だけど親の視点で、親の価値観で、ね、親が受けてきた教育をそのまま子供に与えてるわけなんですよね。体験させてあげればいいのに、体験する前に危ないって言ってるから本人も分かんないんですよ。だからこの子たちもね、夢を叶えたいって思ってるんですよ。夢が叶えますようにって言ってるわけですからね。夢叶えたいって願望があるんですよ。だけど、ね、危ないかもしれないって同時に矛盾した考え方持っちゃってるんですよね。だから悲しいかな、夢叶えることできないっていう状態になっちゃうんですよ。こういう状態だとね。だから本当に僕たちがやっていかなきゃいけないことっていうのは、夢願望は叶うんだっていうことを、ね、メッセージとして伝えていく必要があるし、やっぱり、ね、僕もそうなんですけど、コーチっていうね、コーチングっていうのをやらせていただいていて、ね、自分が望んでいることっていうのは絶対に叶っていくんだっていうことをね、常にメッセージとして、送り続けていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。で、まあ、それをね、読んだ時は、ただ面白くて笑っていましたが、動画を何度も聞いてるうちに、その願い事を思い出して、その願い事をね、思い出して、まあ、自分も知らない間にいろんな教育を受け、不安や恐怖、諦めるっていうことを覚えてきたということで、まあ、普通に生きてたらここに違和感って感じないんですよね。うん、もう普通に流されて生きてきたら、ね、この子供が書いているメッセージってなんかこう、まあ、今時の子だなって感じで笑うんですよ。笑っちゃうんですよね。うん、だけど違和感感じるはずなんですよね。僕が発信してるメッセージとかを聞き続けてる人からしたら、わー、なんか普段だったら、今までだったらこのメッセージってなんか時代のね、流れなのかなっていうふうに受け止めてたけど、でも待てよと気づくわけですよね。夢叶うって思ってるのに、なんかまだ頑張ってね、チャレンジもしてない状態で夢が叶わない時のことも考えちゃってるんだっていうことに気づくはずなんですよ。うん、これが本当にメンタルブロックになるんですよね。で、もちろんね、これを聞いた僕たちですね、僕もそうなんですけど、やっぱりね、同じようなことを考えてたんですよ。子供の頃に、ね、僕の、ね、時代っていうのも、公務員がやっぱり安定するっていうふうに言われてて、ね、公務員になった方がいいとか、やっぱりね、税理士さんになった方がいいとか、ちょっとね、お金回りのいい職業に就いた方がいい、弁護士さんになった方がいいとかね、そういうことをやっぱり親にも言われてましたし、ね、学校の先生が口を開くと、やっぱりそういう医者になりなさいとか、ね、そういう高収入の人たちの、ね、職業に就くのがいいみたいなね。で、もちろんそれを聞いて育ってる周りの友達っていうのもそれがいいみたいな価値観になってたわけですよ。ね、誰も今僕が話しているようなことっていうのを教えてくれる人って一人もいなかったわけですよね。で、社会に出てからも教えてくれる人っていないんですよ。ね。本当にいないんですね。一人もいなくて。で、まあ、僕は自分のメンターに出会って初めて教えてもらったっていうことなんですけど、やっぱり潜在意識の状態と、ね、意識、
この状態がやっぱりベクトルが同じ方向に向いてなかったら、自分が本当に思ってる願いなんて叶わないんですよね。だからここに違和感を感じなきゃダメだしね、もう赤ちゃんの頃からみんなやりたいことをやりたいっていうね、そういう好奇心だったりとか欲望っていうのはみんな持ってるし、今でも持ち続けてるんですよ。持ってるけどなんかこう忘れかけてるっていうか、なんかこうそこに蓋をしちゃってるだけなんですよね。自分で何でじゃあその負担をしたかって言ったら、教育によって蓋をされてきたんですよ、ね、あなたは、ね、テストの点数がこの 点数でしたと、40点でしたと、ね、だったらこの40点で行ける学校っていうのはここですよっていうふうに、ね、過去の自分の結果をベースにじゃあ行き先を決めましょうっていう決められ方をしてきたんですよね。それだったらもうずーっと過去の延長線上生きていくことになるわけですよね。あなたは過去こういう学校に行ってたから、あなたの能力の限界はここですというふうにやる前から決めつけられて生きてきたわけですよ。ずーっとそういう教育で生きてきてるわけですから、ね、それ社会人になっても抜けるはずないですよね。こういうふうな、まあ、情報っていうか、こういうね、情報に触れなければずーっと無意識に過去の延長を生きてるっていうことになるんですよね。過去の延長線の自分の結果に対してこれからの人生も選びますっていう風になっていくから、ね、夢が高ければ高いほど叶うはずがないっていう風になってくるんですよね。でもそれだったら叶わないわけですよ、夢っていうのはね、うん、明らかに叶わない方向に行くんですよ。面白いぐらいに思考は現実化するんで、ね、深層心理に刻み込まれた情報の方が強いんですよね。頭でどんなにああなりたいこうなりたいってね描いてたとしても、深層心理がね、本当に教育によってそっち、恐怖は逃げなさいとかね、そういう教育をされているのが染みついちゃってたら、まあまずねそっちが優先されますから、思考を現実化するのはね、恐怖を感じたら何かにチャレンジしますと、で恐怖を感じたら逃げなさいが優先されるんで、ね、夢叶うわけないじゃないですか。絶対叶わないんですよ。もうなるべくして叶わないって状態が待ってるんですね。だこういうねことに、こういう話とかにねやっぱり触れる機会って、大人になってからも僕もね30過ぎてからですよ、初めて知ったの、うん、それまで誰も教えてくれないし、誰も知らないしね、周りの大人が誰も知らないし、もうみんなね、まあ、敷かれたレールの上をこう何も考えずに走ってるわけですよ。まあ、その人生が悪いとかいいっていうジャッジをするしたいんじゃなくて、ね、本当に自分がね、どういう人生を送っていきたいのかですよね。自分はこのままの人生でいいのかって考えて、まあみんな考える時って来ると思うんですよね。まあ若くてイケイケどんどんの時っていうのは、まあ別に考えずにね、今やりたいことを目の前のことをね、ただひたすらやるっていう感覚だったかもしれないですけど、必ず考えるその節目みたいな時って来ますよね。自分の人生ってこのままで本当にいいのかなって、やり残したこととか、今までやりたいと思ったけどできなかったことってないのかなって考える時ってあると思うんですよ。それってなんで考えるんですかって言ったら、後悔してるからですよね。やりたいことやれてなかったからなんですよ。シンプルにやりたいことをやってきてるんだったら、そういうことって思わないんですよね。あ、今のこの人生に満足してますっていう状態になるはずなんですけど、そうならずに、なんかこうね、あ、自分の人生って本当にこのままで大丈夫なのかなとか、何かこう考えてるってことは、潜在意識がそれを教えてくれてるんですよ。ね。本当はやりたいことあったでしょって。うん。もっともっと自分の思った通りに生きて、もっともっと自分のね、感じたままに生きたかったんじゃないのっていうのを潜在意識が感情として湧き上がらせて気づかせようとしてくれてるわけですよね。で、そこに耳を傾けられるように、素直に、ああ、そうかもしれないっていうふうに思って、やっぱりね、学びを始めるっていうふうにしていかなかったら、いつまで経っても、ね、ずっと潜在意識の教育された、昔の教育を受けて、その教育がベースにあった状態で、何かをこうもがき苦しんでね、何かやろうって思うんだけど、なんか失敗して、何かやろうって思うんだけど、ことごとくね、逃げて、失敗して、チャレンジするんだけど、チャレンジし始めた中で、なんかうまくいかないと逃げてっていうことを繰り返すようになるんですよ。ね。だから本質的な部分に気づかなきゃいけないってことですよね。なんかこう新しいことにチャレンジしようと思って恐怖が出てきました、なんで逃げちゃうんだろうっていうところの根本を解消していかなかったら、やっぱうまくいかないんですよ。まあ仮にその恐怖を乗り越えてチャレンジが始まりましたと、でもチャレンジが始まっただけであって、そこから何度も何度もねチャレンジの繰り返しですよね。ビジネスで稼ぐなんて言ったら、ね、何か勉強を始めましたと、ね、教材を買いました、なんか塾に入りました、なんかコンサルティングを受けましたって言って、それは第一歩であって、そこから先トライアンドエラーっていうのを常に繰り返していかなきゃいけない状態になるわけですよ。で、そうした時にやっぱり最初の一歩は踏み出せたけど、その後ねちゃんと続けることができませんとかっていうのは、やっぱりねどこかで昔の教育が抜けてないからなんですよ。
ね、何かあると失敗するかもしれない、自分にはできないかもしれないっていう自動的なこう思考回路になってるから、ね、その選択だったりとか決断の連続に耐えられなくなって結局諦めるっていう選択肢になるしかないんですよね。もうなるべくしてなってると、いうことなんですよね、うん、だから、まあ、この方もね、お話ししていただいているように、ね、不安や恐怖は悪いことで安心はいいこと、そう教育されてきたことに実感しましたっていうふうに言ってるんですけど、ね、まさにこれこの通りなんですよね、うん、恐怖とか不安が悪いって決めつけちゃってるんですよ、そもそも。でも僕たちがもし進化成長したいって思ってるんだったら 100% ね、恐怖とか不安と向き合わなきゃいけないんですよ。これ逃げられないんですよ絶対。だってね、安心安定って何ですかって言ったら現状維持なんですよ。現状の生活、現状の考え方、現状の価値観にね、甘んじますっていうのが安心安定なんですよね。で、進化成長、まあ、例えば簡単に言えばお金が稼げるようになるっていうのは、進化成長しなかったらお金稼げるようにならないですよね。自分の考え方、まず考え方が変わらないと絶対お金持ちにはなれないんですけど、今の収入の倍とか3倍とかにしていきたいって考えたら、今の考え方でなれるわけないんですよ。 100% ならないんですよ。今の考え方で収入だけ伸ばそうと思っても絶対無理なんで、進化成長っていうのが絶対条件なんですね。で、そうした時に進化成長する時にね、どういうことが訪れますかって言ったら、不安と恐怖っていうのが必ずやってくるんですよ。なぜなら現状の外側に考え方も持っていかなきゃいけない。その際に必ず不安とか恐怖っていうのは感情として現れます。だからこことの向き合い方っていうのをしっかりと勉強していかなきゃいけないし、やっぱり潜在意識のね、改革ですよね、少しずつ昔ね、もう過去何万回と浴びせられてきてセルフイメージを下げられてきた言葉っていうのをどんどん書き消していくような毎日の送り方、まあ、言葉遣いだったり考え方だったりっていうのを身につけていかなかったら、もうこれずっとね、何を学ぼうにも、ね、どんなにすごいことを学ぼうにも、その負のサイクルから抜けられないということになるので、ね、本当にこの恐怖は、いや不安は悪いこと、安心はいいことっていう、この思い込みすらも手放す必要があるってことですよね。うん。まあ、要するにね、今回のタイトルとしては、本当にやりたいことは何なのかということなんですけど、ね、本当にやりたいことってあるんですよ、必ず、誰でも。うん、まあ、使命とかミッションっていうとちょっと大げさになっちゃいますけど、ね、もっともっと身近なところで言ったら絶対あるんですよ。やりたいなって、なんかもう素直に自分の心にね、聞いてみたら分かりますよ、うん、ちょっとしたことでも、あ、こんな風にやってみたいなってパッて思い浮かんだことをやってみればいいんですよね。だけどやれないっていうね、何かこうブロックが入るんですよ。すごくお金がかかるからできないとか、なんかこう、なんか障壁があるんですよね、そこに。言い訳となる障壁が出てくるんですけど、でもね、それを言ってたら、もう先に進まないわけですよね。やりたいなと思ったら、やれる自分にしていかなかったら、ね、本当に七夕に書いた、この子供たちが書いたように、夢が叶えますようにって思ってるんだけど、もしダメだったら、公務員になって安定した生活ができますようにっていう保険をかけていくような考え方になっちゃうんですよ。で、この保険をかけた考え方をしていたら、やっぱり叶わないんですよ。うん。もうね、その何かを守りながら攻めようって思ったら無理なんですよね。もう常に攻めっていう感じで、最初はね、自分の安心安定の領域っていうのをどんどん高く持っていきたいって思うんだったら、もう守ってられないんですよ。今の現状を守りつつ成長しますっていうのは無理なんですよね。今の現状を捨てて新しいところに行きますっていうのが順番なんですよ。捨ててから進むっていうのが順番なんで、ね、この矛盾した考え方のまま成長っていうのは基本難しいです。できないです。なので、ね、こういうことも、なんかこう、子供たちにね、教育をしていくときに、やっぱり夢っていうのは本当に叶うんだと。ね、こうやっていったら、こういう考え方していったら叶うんだよって言えるような、やっぱ大人になっていきたいなと。僕もそう思ってますし、ね、もちろんね、否定しちゃいけないですけど、でもそもそもね、こういう子供たちの考えっていうのも、徐々に教育の仕方を変えていけば、やっぱり変わっていくんで、大人になっても変わるんですよ。やっぱりね、信念というか、今まで凝り固まった考え方ってあると思うんですけど、それってね、長期にわたって改善していけば、やっぱり考え方って変わっていくんですよ、徐々にね。うん、白だって思ってたのに、黒にすることってできるんですよ。うん。でもやっぱり一長一短にはいかないですよね。まあ、一日セミナーを受けましたとか、一回話を聞きましたとかっていうレベルだったら、当然ね、
過去数十年間信じてきたことっていうのが塗り替わるってことはまずないですから、もう長い時間渡ってこういう情報に触れていって、それで自分の潜在意識の中に、ね、ある凝り固まった固定観念っていうのを、あ、やっぱりこれは違うのかもしれない、あ、今言っている情報の方が正しいのかもしれないっていう自問自答を何度も何度も繰り返して、それで出てくる結果とか心の中の気づきっていうのをね、何回も何回も経験して、あ、やっぱりこっちが正しかったんだっていうふうに思うのがやっぱり人間の心理なのでね、まあ、少しでも、ね、自分の夢を叶えたいとか本当にやりたいことを見つけたいとかっていうふうに考えていらっしゃるんであれば、もうこういう情報にどんどん触れていく、で入れていく情報っていうのは精査する必要がありますよね。やっぱり、ね、安心安定がいいよねって言ってる人が周りにいるんだったら、 その意見に、ま、絶対影響を受けますから、ね、100% 影響を受けるんですよ。だから取らなきゃいけない情報っていうのを厳選していく必要っていうのも出てくるんですよね。だ、僕もそれはもうかなり気をつけてます。あの、目で見る情報、耳で聞く情報、ね、味覚もそうですけど、すべての情報において自分が目指している方向にこれは合ってるのかっていう考え方で厳選していく必要があるということなので、ね、一見ちょっと危険な感じがするんですよ、ね、一つのことに集中しちゃってなんか周りが見えなくなるっていう感覚もあると思うんですけど、でもそれぐらい偏った形でやっていかなかったら、なんかもう全部を見つつ一つだけなんかうまくいくかなとかやってもいかないんですよね。うまくいかないんですよ。そんなバランスを取りながら保険をかけながら考えてやってもうまくいきっこないんですよ。なんでですかって言ったら、エネルギーが分散してるからですよね。エネルギーが分散して、ね、本当はどっちに行きたいのか自分でも分かんなくなるんですよ。選択肢が多くなればなるほど、情報をたくさん、ね、いろんな人からいろんな情報を入れれば入れるほど、どれが正しいのか自分で分かんなくなるんですよね。うん、でずっとどれも分かんない、どれも分かんないって言ったまま人生が終わっていくっていう形になるぐらいだったら、とりあえずこれが正しそうだな、自分にとってはこれがね勉強すべきポイントなんだなと思ったら、とことんやってみるんですよね。で違ったって思ったら、もうそれは消去されるわけですよ。悩まなくて済むわけですよね。何か気づくんでね、鋭角に尖らせてそこの一分野を勉強していったら必ず何かに気づくんでね、マイナスばっかりじゃないんですよ。この世の中にはプラスとマイナスが存在していてね、一見前から見たらマイナスな部分が見えてるんですけど、後ろから見たらプラスになってるっていうような、そういう世の中なんですよね。だから一点ね、一点集中して、確かに時間使いました、お金も使いましたと、ね、そこの部分だけ見たらマイナスかもしれないけど、必ずその分何か得てるんで、自分にねプラスになってるんです、絶対に。どんな状況であっても、だったら消去できるじゃないですか。一回突き詰めてやれば、ね、とことんまでやって勉強したら、あ、これ違ったなとか、これ正しいなって気づけるわけですよね。そしたらもう二度とそこに時間を割く必要はないので、意外とその方が最短で、ね、自分のやりたいことに気づけたりするんですよね。で、あれもこれもそれもこれもいいのかなって、なんかチャラチャラやってると、どれもわかんないみたいな感じで、ずっと進んでいって、自分は何がしたいんだろうみたいな感じで、まあ、いつの間にか人生が終わっていたと。うん、時間ってそんなにね、待ってくれませんから。ね、自分たちが想像しているよりも圧倒的に早い感覚で時間って過ぎていくんで、もうもたもたしてらんないんですよね。うん、あれもこれもそれもこれもとか、なんか保険をかけながらやってる暇って本当にないので、もうこれだって思ったら、もうとにかく一点集中してやるということですよね。あ、自分がもしかしたらこれはね、本当に勉強すべきポイントなのかもしれないと思ったら、もう何もかもね、捨ててでもというぐらい、そこに一点集中すると。うん、集中すればエネルギーがそこにね、集中されるので、何かしらのね、大きなね、プラスっていうのは得ることができます。うん、なので、まあ、やりたいことをね、今回はね、どういうふうにね、探していくのかっていう話だったりっていうのを踏まえて、してきたんですけれども、今回このコーチングを受けてくださった生徒さんのね、結構濃いね、内容だったと思うんですよ。ここまでご自身の中にある、まあ、生活においてね、子供さんが書いた七夕の中からも学べるようになってきてるってことですよね。あの、こういうのも実は学びなんですよ。何かこうノウハウがありますってね、1から10までのノウハウがありますって言って教えてもらいました、それだけが学びじゃなくて、日常生活のふとしたことからも学び取るっていうのがすごく大事だと思ってるんですよね。だから僕もなんかこう常にね、人と会話するときとか、そこから何かしらの学びっていうのを必ず得てるんですよね。で、まあもちろんコーチングの生徒さんから上がってきたこういうね、質問だったりでも学ぶことってすごく多いですし、なんかこう、誰かね、街中を歩いてる人たちの会話とかをさりげなく聞いたときに、あ、こういう考え方を持ってるんだなとか、いろんなね、まあリサーチというか、こういう目線で、視点で、話を聞いていくと、意外となんか仕事してる時だけが学びじゃなくて、意外とね、休んでる時とか、本当に外に出て気分転換しに行った時、
時とかもかなり学びになっているということなんで、この方も本当にそういう感覚で、ふとした今までだったら気づかずに何気なく笑って済んでいたことなんですけど、ふとね考えるっていう習慣がねもうすごく身についてきているっていうふうに思っているので、ものすごくね嬉しい内容だなっていうふうに思ったので、今回シェアさせていただきました。はい、もし今回の話がですねあなたにとって何かの良い気づきになったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。でこういった動画をどんどんアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。新着動画は漏れなく見ていただけます。で動画の下にですねメルマガ登録の URL ありますので、そちらからご登録の方をよろしくお願いします。僕と直接メッセージやり取りできますので、ぜひですねこういう動画のアウトプットをしてみてください。でこの動画無料なんですけれども、僕がね本当に有料でお金をたくさん払って得てきた情報っていうのをシェアしています。で受け取られる側のね、受け取り方っていうのもあって、やっぱり聞いて終わりっていうんだったらやっぱりね無料の価値で終わっちゃうんですよ。本当に聞き流してスッと流れてね頭に残らないんですね。だけどこの動画に対して何かのコメントを残すとか、グッドのボタンを押すとか、何かこう拡散する、 SNS で拡散したりとか、何かしらこの動画に興味を自分で持って時間を投資するということをやると、動画の内容っていうのはスッとねもっともっと入りやすくなりますので、ぜひその辺もね、聞き上手になるという部分で僕もすごい意識してるんですけど、必ずそういうことをねやっていただくとあなたの本当に参考になりますので、ぜひトライしてみてください。はい、それではあなたの貴重なお時間いただきありがとうございました。感謝いたします。